うう、食べ過ぎた。もう、だから注意したのに、チカちゃんってば。だって、どれも美味しそうだったし、ここでしか食べられないのかなって、つい。気持ちはわかるけど、これからライブがあるのに大丈夫かな。ライブのために来ているんだもの。こんなところでぐったりなんかしてられないわよ、チカッチ。って、マリさんも人のこと言えないほどたくさん食べていましたわよね。ごめんごめん。大丈夫だよ。エネルギー補給したし、むしろライブのために気合が入っちゃった。お好み焼き美味しかったね。ルビーもちょっと食べ過ぎちゃったかも。あ、チカちゃん？あ、どうしたの、ルビーちゃん？チカちゃん、お腹がパンパン。チカ、まさかそのままだと衣装が入らないなんてことは。それは一大事ズラ。あんたは今日は大丈夫なのね、ズラ丸。まさかそんなことはないと思う。サイズ直しするなら早くしないと間に合わなくなっちゃう。そうね、もし手直しするなら私とルビーちゃんで手分けして。ちょっとみんな落ち着いて。それくらい動けばすぐに消化するって。さ、起き上がって、ストレッチ行くよ。カーナンちゃん、ちょっと待って。ちょっと大丈夫、チカちゃん？チカッチ頑張ってね。ちょっとマリも笑ってる場合じゃないんだけど。カナ、何言ってるの？マリーは平気よ。いつだって抜群のプロポーションを保って。ほら、まったく。だったら私も付き合うよ。ちょうど体を動かしたかったから。大丈夫ずら？まったく。ライブ前だっていうのに、いまいち締まりがないわね。